ピンク頭とピンク頭。アンジェ対策は木、そしてケオさん先ほどと違って火を選択。火と火でかなりダメージ差があるが、これはハートちょっと1回のコンボですごく体力持っていかれると思うんですけど、まあハートも基礎コンが重いんであんま変わんないかな。2位からコンボ、マーリン叩きつける、下マガードさして動けないハート先生に来た。さあ突撃で暴れていた。さあ暴れから5割、チャンピオンビュー息災が引っ掛けて養分吸収。お互いレバーガチャが早い。突撃フォース展開、体力は回復するが、マーリンガードから第2位当てて、プップク当ててダメージ取って勝ったのは KO アンジェ。第2ラウンドスター届かず、マーリンでしばかれる。さあ下間出してるところにジャンプ当てたが何も繋がらない。マーリン引っかかって、ここで尿漏らしスカルが2位でごまかす。さあマスコットがマスコットのままで終わってしまうのか。さあ 2A からしっかりコンボを決めて赤いが落とさない。5位漏れて勝ち B 使ったがコンボ入れれず、さあジャンプ読みの草が冴えた。赤いがコンボをつなげて養分吸収、空が不能。さあホーミング使ってしっかり殺しきる。さあゲージはお互い2本以上。さあ 5B が嘘くさいがそこを逃さずコンボ決めていくのはマスコットハート。カウンターもらうがダウン追い打ち、マーリンもしばいてアッパーから養分吸収、少しでも体力リードを伸ばしていく。さあアンジェラはこの5本のゲージどうやって入っていく。突撃からジャンプ C が4回入って加工波、そして周りに当ててプップクプー減る。マスコットハート体力を並んできて、これでアンジェが少しいるか。スタ漏らしてるところにジャンプ E、 お互い様子見からニュートラル投げ、ACAC フォース展開、体力回復したハート、画面端我慢して、さあ前側キャンからジャンプ B 刺して勝ったのはマスコットハート。はい、これで赤白が2位にいい勝負になってますね。ってことで第5戦モルドフさん HP 側、対するはモンテアカネカムイ。あ、おったおった、モンテアカネ、モンテではアカネを使うけどっていうことやねこれ。楽しませてくださいよ。さあ HP 側モルドフクラリーチェトチクラ、対するはモンテアカネ。時の宮カムイ、いざ参る。キャラはカムイ、私とは逆方がそっから精霊に行かなくて、体ボンボケンスタンシュ。さあ愛のあるかの選択モンテアカネ、リバク発信したらきっちりガード、ウルマ抜けて後ろ抜けて拾えない、しかしちょっとフォース展開しちゃった。ダッシュ DC からアンボンボ後ろ、さあウルマが下をくぐる。さあ、ため
注入先生ハマチ追いかけて、さあ生テンザー、そして相手も追撃、一方戦車は問題かね。さあ指の判定ばかりできない、あの達成と強さ、おっと、さあ近寄れない、近寄れないが別に攻める必要ない。さあ一応爪で追っ払う、まだ生きている。おっとここで出し投げ仕掛けにいった、ブラストスカル、これは痛い、つかスカルんだ、もっと裏側にも張ってあって言えるブラスト。さあコンビに回復させながらのコンボ、さあいよいよ蹴られましたわ、下の方には判定が出なかった、一気に大ダメージ、カウンター判定なんですよね、あれ。さあまだ分からない、さあここでエンカとフライチェフォースがなかった、落ちろ、おっと上からカブスでいって勝ったのはモテカネ、ここで足の組が逆転2、3となります。はい、では次もうダメロンさん対するは草薙剛のみたいになりたいパスティーニパスタマン、はいパスタマン 2P 側、はダメロン風アンジェ対するは草薙剛みたいになりたいパスティーニ、そいつ捕まらってくれさあ駒を使ったコンボ、あの広いことも知らなかった、おーっとこれは確定、マオリさん何やってんのそのポーズ、ドッカン、さあぐるぐる回りながらトップに刺して、1段、おっと2段目のジャンプが届かない、さあ突撃でコマを避けたと思ったら、ドビーシー、おーっとこれ思ったね、しかしなんぞそれさあタイプリードを守り、あれを受けてしかし守りを動ける、一本選手はパスティニー、ペチペチペチ、さあ周りの発生前に潰す、妹の発生保証に救われて、さあカウンターきっちり拾えた、三段ジャンプまで持ってプッチョク、さあプッチョクの処理落ちがないって素晴らしい、突撃のボイスがちゃんと聞こえるって素晴らしい、おっとこれ確定するってしないか、さすがにそれはしないか、さあここであの横のヒットさせお互いホールドゼロ、さあリングで追っ払う姉貴、さあクーガフのもう一回姉貴、これは決まっている、勝ったのはパスティニマオリ、白組猛省中、誰が止めるこの白組、はい続きましてキャスキマイラキャサリン対するホビチュエルザー、